秋田市の金属工芸作家林美光さんが和歌山県の高野山金剛峯寺に作品を収めて1年となるのを記念した作品展が今日から秋田市で開かれています。秋田市の金属工芸作家林美光さんは和歌山県の高野山金剛峯寺の寺宝寺の宝として訓炉金剛部を制作し去年11月に寺に収めました。作品展は寺宝の献納から1周年となることを記念して開かれました。会場には金銀銅木眼鏡やステンレス彫金の作品など50点が展示されています。金銀銅木眼鏡とは金銀銅などの板を重ね合わせ叩いて薄く伸ばしていくことで木目のような模様を作り出す技法です。金銀銅木眼鏡は江戸時代に秋田藩で生み出されましたが難しい技術が求められるためその後途絶えてしまいました。林さんはその技術を昭和の時代によみがえらせ現代に伝えています。秋田県でこれをどうしてもその残していきたいと、この技術をですね、だからまず若い人にもどんどんまず来てもらってですね、見てほしいと思いますね。林美光さんの作品展は今月17日まで秋田市のアトリオンで開かれています。